バセマーを搭載した宇宙機のイメージ図。非水力可変型プラズマ推進機とは宇宙空間用電気推進の一種である。本来は核融合研究の一つとして開発された。1977年にフランクリン・チャンディアスにより基本的なコンセプトが固められ、惑星間航行用のエンジンとして研究が続けられている。英語の略称であるバセマーは、 バシュミールと発音する。バセマースキーマティックバセマーは、主に3つのセクションからなる。推進剤ははじめに一つ目のヘリコンアンテナにより、電離され、低温のプラズマとなる。2つ目のヘリコンアンテナで、RF 放電によるアイクアを利用したエネルギーのブーストが行われる。高いエネルギーを得たプラズマは、磁場ノズル内で、膨張、さらに電磁気的な水力を発生し、高速で、 後方へと加速される。このような原理から、バセマーは電熱加速のシステムとも電磁加速のシステムであるとも言える。無電極のシステムであるため、電極の損耗に伴うシステム寿命の制限から解放されるだけでなく、DC アークジェットよりも、はるかに高いプラズマ温度を達成することが可能である。一般に電気推進において投入される電力が一定ならば、 水力と非水力は反比例の関係になる。バセマーではプラズマ生成と再加熱のセクションが分離していることから電力投入の調整により水力と非水力のバランスを自在に制御できる。すなわちミッションのあらゆる状況でエンジンの性能を最適化できるということである。バセマーの最終的な目標では 気数力を3000秒から5万秒まで変化させる。また、蒸気のように無電極のシステムであるから寿命の制限を低減することが可能である。バセマーの開発において問題となるのは千葉中でのプラズマの複雑な挙動である。ヘリコンプラズマ自体の特性が未だよくわかっていないため、この物理的な現象、加速に適した条件を見つけ出さなければならない。 推進性能を確保するためには、より高密度のプラズマを生成し、効率的に加熱する必要がある。また、その原理上、バセマーのプラズマは1回のアンテナ通過で十分なエネルギーを受け取らなければならない。フランクリン・チャンディアスの開発したバセマーは、彼自身の会社である、アドアストラロケット社及び NASA ジョンソン宇宙センターのアスプルで研究されている。これまで、 VX-10, VX-50、VX-100、VX-200 といったシリーズが開発されてきた。彼らの最終的な目標は4メガワットクラスのバセマーにより有人火星飛行を達成することだが、初めのマイルストーンは国際宇宙ステーションで VF-200 の技術実証を行うことである。これは2015年の実現を予定していた。 2 0 0ットという出力は、ステーションの供給電力をはるかに上回るため、15分程度の駆動時間になると見込まれていた。しかし、2015年に NASA は国際宇宙ステーションにおける VF-200 の技術実証計画を中止した。NASA の報道官によると、国際宇宙ステーションはこのエンジンが目標とする出力の実証プラットフォームとして、 理想的なものではないという。これに対して、アドアストラは将来的に宇宙での技術実証を行った上で、国際宇宙ステーションでのバセマーの試験を行うことはオプションとして残されているとした。2015年いっぱいは VX-200SSTM の100時間真空層試験を含む NASA のネクストステッププログラムでの協力が続けられた。日本の東北大学では、 バセマーと同様の高速プラズマ流を RF 放電によって再加熱する手法について研究がされている。これは物理現象の解明という目的も含んでいる。東北大学のシステムは日本生成に MPD アークジェットを使い、磁場ノズルとヘリカルアンテナによって生じる複雑な現象を計測している。ありがとうございます。